今回はワードプレスで作成したウィジェットの並び替えを行ってみたいと思います。今の状態ですと、このように検索 CTA 最新の投稿プロフィールとなっているのですが、こちらの CTA を一番上に持ってきたいと思います。こちらのテキストに CTA の HTML が記述されていますので、こちらを一番上に持ってきていただくと、このように反映がされています。この感じで簡単に並び替えを行うことができますので、いろいろと配置を変えてみてください。今回は以上になります。